こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネル、ココアートラジオへようこそ。私がただいま参加させていただいて全国を巡回しております第23回 NHK ハート展の詩を朗読するというココアートラジオ第2回目です。 NHK ハート展は詩とアートを組み合わせた展覧会です。障害のある人が綴った詩に込められた思いを各界の著名人やアーティストがハートをモチーフにアート作品で表現して全国を巡回している展覧会です。 NHK 福祉キャンペーン、 NHK ハートプロジェクトの一環として、障害のある人もない人も互いに理解し合い共に生きる社会の実現を目指して開催されています。23回目を数える今回は、全国から4084編もの詩が応募されました。その中から審査で50編が選ばれ、その50編の詩とアートとともに全国を巡回しています。50の詩と50のアートが出会い、響き合って新たなアートの世界を繰り広げています。詩からアートへ、そしてそれをご覧になるあなたへ、 NHK ハート展に込められたメッセージが一人でも多くの方に届くことを願っています。会場にお越しいただいた方ならご存知だと思いますが、全会場すべてで撮影が可能となっており、 SNS での拡散も歓迎している展覧会になります。ですので、皆さんが気に入った詩や作品があれば、どうぞご自分の SNS、ブログ、 Facebook、 YouTube などでご紹介していただいて、 NHK ハート展を多くの人に周知していただけるようご協力をお願いしています。そこでココアートチャンネルの企画として恐縮ですが、私が50編の詩すべてを数回に分けてココアートラジオで朗読させていただいています。ココアートチャンネルでハート展の詩を朗読させていただくのは今回で2回目です。2回目となる今回も、第23回 NHK ハート展の50編の詩の中から5つをご紹介させていただきます。今回最初にご紹介させていただくのが、愛知県にお住まいの浦正人さんの作品です。詩に寄せられたコメントが、ありがとうございますです。深海魚。深く沈んだ日はそのままそこにいて、生きてる深海魚でも見に行こう。続いての詩は、千葉県にお住まいの尾形きららさんの詩です。詩に寄せられたコメントは、あのね、お相撲さんね、とっても可愛いの、頭が。きらね、いっぱい頑張った。頑張るといいことあるよ。お相撲。お相撲さん、キラより、こんなに大きくて可愛かったよ。パンチとキックはダメだよ。発揮を残った。キラの勝ち。続いての詩は、三重県にお住まいの小川ホタルさんの詩です。詩に寄せられたコメントは、大掃除、1、ほうき、2、窓拭き、3、雑巾、4、床拭き、5、階段、6、パタパタ、7、ほこりいっぱい、8、外のほうき、9、階段丁寧に雑巾で拭く、10、花壇の花、水やり。以上。朝から晩まで、やつれて、疲れるわ、ふらふらです、へとへとです。これ以上、我慢できないござるよ。汗かいて、拭いて、朝から晩まで。続いては、千葉県にお住まいの奥山静香さんの詩です。詩に寄せられた思いは、
実際に心の声に耳を傾けてみたら、うんと、自分はこのままでいいんだよと言ってる気がして書いてみました。心臓の音、心で心臓の音聞いた。そしたらドキドキが、うんという言葉に聞こえた。私は、うん、生きているんだと何度も聞いた。やっぱり、うんしか聞こえなかった。まるで必死に開かないドアを叩いているように。今回最後にご紹介するのは、神奈川県にお住まいの小田島きららさんの作品です。詩に寄せられたコメントは、学校で金魚を飼っています。名前は金ちゃんです。色は白とオレンジで、ヒレはひらひらしています。金ちゃんは7歳で、私と同い年です。魂抜ける。4時間目はオナが空いて魂が抜ける。第23回 NHK ハート展の50編の詩の中から、深海魚、お相撲、朝から晩まで、心臓の音、魂抜ける、以上の5つの詩をご紹介させていただきました。私自身も NHK ハート展の渋谷展と神戸展に出向いて、すべての詩をすでに読ませていただいているんですけれども、こうして改めて朗読させていただくと、また違った感覚が湧いてくることがあります。自分自身が本来持っていて、どこかで忘れてしまったこととか、自分では今まで気づきそうで気づかなかったことを発見させてもらったり、本当に世の中一人も同じ人はいないけれども、みんな同じ命なんだなって、そんなことを改めて感じることができるのが、この NHK ハート展の一つ一つそれぞれの詩だと思っています。23年も開催しているのに、私が絵を担当させていただく今回まで全く知らなかったことが、なんかちょっと悔しいなって、そんなことさえ感じました。 NHK ハート展では第6回と第7回で、世界ハート展と題して、日本人の人の詩に海外のアーティストとか海外の著名人も絵をつけている、そんな歴史もあるんですよね。これからも多分 NHK ハート展は続くと思います。何かのご縁でココアートチャンネルに出会った皆さんには、今後も NHK ハート展の周知にご協力いただいて、世の中には様々な障害があるということをいろいろな方に知っていただき、でもその中に素晴らしい感性はたくさんあるということも周知していただけたら嬉しいなって思います。次回もまた素敵な詩を5つご紹介させていただこうかなって思っています。本当に私の拙い朗読で申し訳ありませんけれども、50編すべてをご紹介させていただこうかなって思っています。次またいつになるか分かりませんが、次もハート展の中から5つの詩をご紹介させていただきます。今回も最後までお聞きいただいてありがとうございました。それではこの辺で